パトラモン、うどケセとジャクロ。はい、あいつおらんかな、ほんまに。ハン君、ハン君がなぜか今日いません。それがなぜか、はい、連絡ブッチされて止まれました。これはね、視聴者さんの皆さんでハン君という人間、うん、正してほしい。マジで本当にみんなから注意してほしい。多分みんなからの声が多分一番響くと思う。あの人ね、嘘つくんです。簡単に言えば、表現癖あります、はい、撮影とか、うん、予定を飛ぶ癖があるんです。それ僕が知り合った時からのね、癖なんです。あの人のその2つの要素が、うん、ハン君を作っております。ハン君まあ今もそんな話もういい。はい、はい、ということで、はい、今回はまあ久々に3人で撮るんですけども、はい、大食い企画でございます。イエーイ3人か。ほんで何を大食いするかと言いますと、はい、ででーん、トマトー。イエーイ。いけます？いけます。これね、撮影する前からずっと言ってたんですけど、ね、あのなんでトマトにしたかっていうと、うん、まあ今までのエスポールの大食いの動画見てる方なら分かると思うんですけど、僕が唯一大食いできるのはトマトなんじゃないかと思いまして言ってましたね。今回トマトを持ってこさせてもらいましたと。トマトでね、お腹いっぱいなったことないねん俺。お前小籠包もさ、いけるって言ってた。ちゃうちゃう、小籠包はいけると思ってた。ただ脂っこさない。まあまあ一個もないね。食いやすさがね、いろんなものにアレンジできる。そうなんだよな。今回このトマトを大食いしていくんですけども、このトマト100個買ってきました。うん、はい、ってな感じでトマト100個用意いたしました。なんかこれ画面外にも映ってます、うん、実は。大丈夫？ちょっと不安になってきた。やんな。ただトマトっていうのはいろんなものかけて食べますよね。味変ってやつか。味変がいっぱいあるんですよトマトは。うん、うん、まずマヨネーズ。マヨネーズ、これ僕大好き。ごまドレッシング。ごまドレッシング、これ一番和風ドレッシング。はい、で塩の他にも砂糖とかいっぱいあるんで、はい、味は好きなだけ変えれます。ということで、はい、今回こちらの調味料をお供にして、はい、トマト100個チャレンジをしていきたいと思います。はい、じゃあまずは切っていきましょうか。切っていきましょう。はい、居酒屋によくあるスライストマトにして食べていきたいと思います。はい、じゃあ準備スタート。それでは早速、いただきましょうか。いただきましょう。はい、トマト100個チャレンジ、よーい、スタート。いただきまーす。いただきます。いただきまーす。おはようございます。どんどんね、コウ君が向いていってくれてます。じゃあまず一発目なんで、はい、かぶりつきましょうか。はい。じゃあいただきまーす。いただきます。いただきます。おいしいおいしい。みずみずしい。うまいじゃないの。はい、じゃあどん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 向いていきますね。ありがとうございます。はい、行ってきます。うん。やっぱトマトうまいわ。うん。おいしい。うまいけど。けどな。うん。先真っ暗だな。これであと97個か。はてーしない。一個完食。完食。完食。はーい。切ったやつ食べていきましょう。はーい。どうしましょう。いただきまーす。いただきます。いただきます。トマトにやっぱごまだれでしょ。うわ、うまそう。やばい。あどう？うえへ。こうくん、芯がありました。しっかり。おいしいな。いいもんな。美味しいよ。うまいよ。うまいけどさ。コウ君、芯がありました。あ、そうです。失礼いたしました。ごちそうさまです。うせ。リコピンがさ。そんな早く出る。コウ君。まだあったよ。やべ、ガスト食ってんだよさっき。なんで食ったん？これやるって分かってたよ。なんで食ったん？食ったやん。どんどん追加していきますね。はい。これほら、見て。うわ、やばっ。だから痛かってんや。ほんまになんか割り箸の芯みたいなの入ってる。さあ、一皿終わりでーす。いや、でも自分一皿終わり。うん、一皿で終わり。うん。トマコってね、がん細胞潰すらしいっすよ。そうなんや。100個食べた時なんかも健康健康。やっぱデブやからスピード速いわ。速いわ。最高だけど、少ないね、そっち。少ない。ガス一緒や、ガス。いやいや、見てこいつはちょっと分からんけど、うん、1、2、3、4、見て、俺の山盛り、うん、8、9、10、11、12。あれ12個ずつしか。あれ4個どこ行った？そりゃ速いわ。いやでもここはこの辺は俺のなんか20個ぐらい入ってんもん。いや、全部16個。手前はやばい。うん、うまい。あ、びっくりした。もうギブからな。今の声のとはもうダメですって言っちゃった。大食いの客見ててさ、思ってんけど、うん、食うときにリアクション大事やね、多分。元木さん、白目向くようにして、ハッパで食うときに。あ、そういうことね。やってみ、一回変顔。じゃあ俺からやってみろ。いきます。見ていきましょう。3、2、1。
ちょっと待って、やるよ、やり方わからん。いただきまーす。うわぁ、みたいな。じゃあ次俺行くわ。ちょっとそれ、ちょっとそれ。なんで声出たの？あーなんで声出た？3回ぐらいリプレイしといて、あーって出た。で、次やって。はい、じゃあ行きます。いや、それは下手。下手。なに、どんなん今の。お前、あるある探検隊。あれ、変顔やから、ええやんけ。じゃあ行きます。ほら、西川くん。西川くん、西川くんよ。西原目完食。僕味変で砂糖いきます。これはね、おばあちゃんがようやってくれた。美味しいんですよ、皆さん一回やってみてほしい。あ、これ無限に食えるなって思う。なんかね、お菓子感覚で食える。あれ、ハン君が飛んだ。お母さんとお父さんが言ってもね、聞かないんです。そうで、友達である僕らが言ってももう治らないんですよ。ってことはですよ、視聴者さんの皆さんに説教してもらうしかないんじゃないかとね。うん、本当の話ですからね。冗談じゃないからね、飛んでる話は。うん、まだ食える食える。おー、今のも怪しいぞ。まだこの数を残して食えるつ。食えてな。な。無限な食べ物ってないと思うやん。あ、わたがし、わたがし。まあ、確かにな。あの、キュッてしたらちっちゃなるけどさ。全然減ってないけど大丈夫。減ってるよ。これね、もう今、6個目。トマト6個目。おぉ。48切れ。お腹いっぱい。ちょっと待って、お腹いっぱい。え、逆に、ちょっと待って、逆にお腹いっぱいじゃない人いるの？おらんくね。もうめっちゃ来てるよ俺。うん、ほら、じゃあ俺正しいこと言ってるやん。そうやけどさ、違うよ。トマトが食いすぎた花粉症悪化するらしい。鼻かゆくなってきたもん俺。嘘。俺もう目かゆくなってきた。どうっすよ。キッチンに立っとる子がさ、ほらやっぱ言ったみたいな顔しとる。気色悪い。マジで。うん、しとった。しとった。いやーって。うわ、トマト出てきた。トマト出てきた。あれちょっとやば、ほんと。わざと笑うパターン。だからさ、でもさ、3パターンぐらい持ってますからね。1パターンどれ。あれ、ほんまや。2個目。いやそうそうそう。何それ。これ1個目。いや、だからさ、お前ら言うてんねえや。その、この、その、言うなんだよ、この。言うよ、君。わざとやろ。こうやって、やっぱり、身振り手振りを。プライベートで出てんねん。これはプライベートで出てんねん。トマトってこんな食んねんな。あかんわ、やっぱり。大好きなもんでも無理。甘エビは、でも。甘エビはいけんねん。え、わからん、もう俺何がいけるかわからん。もう、俺出しゃばらんとく。俺トマトも無理だから、出しゃばらんときます。すいませんでした。すいませんでした。頭つけるわ。だから許しても無理やってん。でこっちにつけてすいません。あ、でもわからんで、これが何個いけるかわからへん。うん、けど一応謝っとく。保険をかけにきた。自分の大好物なトマトでも、大食いは無理でした。本当に本当にすいませんでした。いや、これからは何々が大食いできるとか本当に出しゃばらないんで許してください。で、次の動画、甘エビ無限説。まだ切る。いいんだね。だって自分らも食うことないから。え？当たり前。もう言ってんの？とりあえずここまで切って、うん、6人で頑張ろうっていう。あ、5人も2人も今日おらんから一緒に遊び。すいません。ちょっとスケット呼ぶ？うん。無理。もう無理やな。うん。ドロッチャダン2人組。もう自己紹介いらないですよ。いらないです。もうもちろん、もう出してあるんで、ここにポンって。今回トマト100個。はい。いけると思ってましたが、うん、はい、無理でした。うん、ただ、限界までは行こうと思います。そうそうそう。まだ僕らもお箸を動かします。うん、はい。なんで、残り何個あるか分かりませんけど、やっていきましょう。はい。はい、爪痕残していかな、こういうところ。そう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 。頑張ります。いきます。うまっ。せん、うまいやろ。うん、めちゃくちゃうまい。え、なんもなし？塩。怨念。それ、塩つけるやつ。な。おんねん。あの、焼肉とかでもさ、うん、あ、俺塩やから、うわって言うやつおるやん。だりいやつや。肉本来の味が分かりますみたいな感じでさ、うん、俺塩で食うねんみたいな。あー、おるおるおる。めっちゃ自慢げに言うやつおるやん。うん、うん、俺塩で食うのめっちゃ好き。
俺の経験で、あの塩頼む人ってなんか生きてんねん、うん、あの頼み方が俺塩で食いたいねんなー、でまずぼやくやろ、まずぼやいて、うん、あ、先生塩あります言うの、言うの覚えがそうやろ、そうや、言うどうやってんの、どうやったかまで、いやでもこれ塩うまいわ、生きた今トマトで生きるのはあかんねん、でな、それ塩ちゃう、砂糖やそれ、うん、うわぁ生きにミスったマダちゃん何パック目それ、俺4、俺4パック目マジえマジ今日むちゃくちゃ爪痕残せる、いいよ爪痕残せる気がいいぞ、うまいよこれ、やろ、うん、フルーツっぽい、野菜は土から生えるから野菜になるよ、フルーツは木からなるからあれ、そうなんや、え、じゃあナスビとかもフルーツになるの、なんでナスビ土や、土や、茎から、うん、キュウリは、キュウリって何か生えるっけ、茎でナスビでしょ、でフルーツや、トマトもそうしたら茎から上フルーツ、じゃあ嘘ついてるよ、でもスイカは野菜やん、でもスイカって土うまっ、え、じゃあ土じゃね、あれ土じゃない、あれ鶴でしょ、あ、そうか、ポヨンって出てる、あ、何話してんの、嘘ついた、嘘ついた4時になってたけど、とうとうハンクから連絡来んな、やばっ、後で電話するって言われて12時間経ってます、うん、お前ら、結局5回リピートして顔やばいからこれだけ食べよ、これだけの量がすごいねんけど、俺悪い人がいなくて、こういう爪痕、それ落とし方、そういう面白さの爪痕、そういうこと、同じぐらいの量になりましたねみんなで最後まで頑張ろう、うん、うん、俺とケース食ったからさ、俺も最後の一口です、もうみんなで食べよう、食べたもん、食べたもん、食べたもん、この形覚えてんねん、やろ、はい、ということで、はい、トマト100個チャレンジ、はい、5人で挑戦した結果、クリアならず1人ずつ何個食ったか発表していきましょう、はい、僕は6個食べました、僕10玉食べました、おお、すごい結構いったね、じゃあ僕、はい、13個です、おお、いったね、僕ケイスケと同じ13個です、素晴らしい、僕は15玉食べました、やっぱ結局お前なんか、そうやん、お前やね、もう途中でもしたけどもう一回しとくわトマト100個本当に本当にすみません、最初と最後や最初と最後に次回、甘エビ無限数無視よ、そうしよう、アホや